ではですね、次はこのギターの中の、アコースティックギターエレアコのセクションに行ってみたいと思います。なんと、このギターはですね、こういうシンクロナイズドトレモロがついていながら、この下にピエゾピックアップが内蔵されているということで、この1本にしてエレキギターと、ピエゾのエレアコサウンドを同時に使うことができるということでございます。ですね、まず、僕は今ですねアコースティック1というコーナーを選択しています。さすがにピエゾピックアップなので、先ほどエレキギターで弾いたようなシステムを通らないで、プリアンプからダイレクトにインターフェースに入れてラインで撮ってみることにしております。その方がねアコースティックギター、エレアコの感じが出ると思います。では行ってみましょう。まずは普通の素の音です。エレアコの持つ爽やかな感じというかね、こうピエゾサウンドが、忠実にシミュレーションされているような気がします。ですね、先ほど僕、言ったと思いますけど、アコースティックセクションになるとこのエフェクトノブがリバーブに早変わり、エレクトリックギターの時は、オーバードライブでしたけど、エレアコのセクションを選ぶとこれを押すとリバーブになるということなので、それも試してみましょう。デジタルリバーブのね、奥行きが感じられます。まあこれをノブをすごく最大にすると、コンサートホールの中で、ね、弾いてるかのごとくのね臨場感が得られると。今はですねアコースティックギターの、リアポジションを選んでおりますが、なんとこのポジションは12弦のアコースティックギターのサウンドだそうです。先ほどの、エレキ12弦と一緒で、1、2弦はリチューン弦、3弦から、1オクターブ上の副弦が張ってある、いわゆる、12弦アコースティックギターをシミュレーションしているという感じです。非常に爽やかな感じ。そして次いきます。なんとこのアコースティック1は、フロントにすると、エレアコのラージボディの1、そしてセンターにするとラージボディの2という感じで、フロントから、ラージエレアコ、ラージエレアコ、12弦のエレアコという感じの、シミュレーションになってます。なんで、ラージボディ1というものからやってみたいと思います。シミュレーションだと思います。アンプで使うよりも、ラインで使う方はより、ピエゾサウンドを出力するような、感じを受けますね。次、ラージボディの2です。種類の違うタイプの、エレアコサウンドになっていると思います。
使いやすいエレアコサウンドになってると思います。はい、次はですね、アコースティックギターの2というね、これは何があるかと言いますと、これはちょっとフロントからいきますね。フロントまずナイロンギターのシミュレーション、そして、先ほどはラージだったのに対してこのアコースティックギター2はスモールの1、スモールの2となってます。まあボディの大きさですよね。じゃあまずはスモール1からいってみましょうかね。トリプル O というかダブル O というか小さめのね、ちょっとミッドに寄った、エレアコサウンドになっていると思います。次はスモールの2です。感じで、エレキとこう交互に使うっていうのもなんか考えられているような、気がいたします。やっぱ即戦力ですね。次、リードプレイで使えそうなんですが、ナイロン弦も、シミュレーションされております。なんというかね、ボディなりというのをすごく、数値化してそれを確実にこのシミュレーションしているような雰囲気を受けますね。なんかこの曲のこのリードのプレーはなんかナイロンでいきたいなみたいな時はこれをプレセットして使うといいんじゃないでしょうかね。これも使ってみたいですね。次のコーナーに行きたいんですけど、次はですねユニークと書いてありますね。変わった音色がここに入っているんじゃないでしょうかね。説明書で見ますと、リアポジションで、ドブロ的なああいうなんていうの、あの金属のボディでできた、アコースティックギターサウンド、そしてセンターにすると、なんとシュタールの音が出るという、そしてフロントにすると、なんとバンジョーがシミュレーションされているというね、何でもありですねっていう感じのね、すごくなんていうかこの曲のここでしか使わないんだけどこの音をライブで使いたいななんて時は本当にうってつけなんじゃないでしょうか。でまずはリアポジションの、ドブロの場所をやってみたいんですけど、まず素だと、金属のすごいプレゼンスがアタックにこう、シミュレーションされているような、なので先ほどのアコースティックギターよりは硬質な感じというかね、その本当にあの金属のボディが鳴っているような風に、思われます。なんか僕ちょっとああいうギターって弾いたことがないんですけど、なんかスライドギターが適当な感じなんでしょうかね。あんま上手じゃないですけど、ちょっとミンミン言ってますけどね。なんかこういうね、あのスライドとか得意な人を、なんだこれエレキでスライドもできるんじゃんみたいな感じで、思っていただければ、いいんじゃないでしょうかね。と思います。じゃあ次行ってみます。次はなんと僕もちょっとこの、ギターを、最初に弾かせてもらって一番驚いたコーナーで、シュタールの音が出るんですよ。こんな近未来な、ね、エレクトリックギターで音色がシュタール。
なんとこのスタイルはですね、ちゃんと共鳴弦までがシミュレーションされていまして、分かりやすいとこないかな。スタイルってここにこの触れられないというか、ただ鳴らすことはできるんですけど、共鳴させるために貼ってある弦が貼ってありまして、その、サスティーンまでもが、シミュレーションされているという。これは本当に使ってみたいな俺、でなんとこの共鳴弦がちょっとトゥーマッチだなっていう方には、この、スタイルを選ぶとこのトーンノブが共鳴弦の、音量になっているということなので、それもやってみましょう。だからトーンをゼロにすると、これ今リバーブ、この入ってるリバーブだけが鳴ってる感じですね。で、もう一度フルに共鳴弦を入れると、違う、そのもうちょっと高音質な、プレゼンス成分の倍音がついてくると思います。なんでこれをね、自分でマックスかミニマムかその中間かっていうのを選ぶことができるんで、とっても便利かと思われます。はい、次、バンジョーなんですけどね、バンジョーはね、実際バンジョーという楽器を弾いたことがないんですけど、まあすごいペンペンした感じというかね、そのカントリーの後ろで高速になってるアルペジオ、あれ何みたいなのが多分バンジョーなんですね。それがちゃんとシミュレーションされているということで、こんなプリなのかな。まあこういうね、ペンペンしたなんかフラットビッグで中にちょっとカントリーフレーバー入れたいなって時に、この音色をシミュレーションしておけば、こうね、ストアしておけば、そういうカントリータイプの曲にも対応できるというね。難しいですけどね、なんかこういうトライしてみるのもいいかもしれません。とうとうですね、アコースティックセクションも、最後のコーナー、なんとその名もズバリスペシャル、特別な音色が出るという感じで名付けられていると思いますが、スペシャルはどんな音が入っているかと言いますと、まずは、このリアポジションには完全オリジナルな音色をサスティーンという、まあ僕だったらどういう風に使うかなというと、コードをやっぱり伸ばしたい時に使うと非常に効果的なんじゃないかなと思います。この弾いた後にその音を持続的に、永続的に伸ばすというね、とてもユニークな面白いエフェクターだと思います。面白いですね。なんか新しく曲が生まれそうなね、そのこういう音色を遊びながらこう楽曲が生まれるなんてこともひょっとしたらあるかもしれませんね。なんかもうちょっと突き詰めて使ってみたいような気がします。はい、次のコーナーは、センターポジションはなんと、ベースシンセ、ね、先ほどちょっと触れましたけど、ベースシンセがこのルックスのギターから出力されるということでね、やってみましょう。Thank you.
なんか楽しいね、これは。普通に楽しいね。なんか新しくね、ジミー・ペイジみたいなリフをね、開発するのに使えるんじゃないかな、なんかね、楽しいですね。そしてフロントはですね、なんと先ほどはベースシンセに出して、これはねシンセっていうネーミングされてますね。まあどういうのかというと、ちょっとやっぱああいうフィルター系のアタックにフィルターがかかるようなね、タッチワウ的なオートワウ的なね、音色だと思います。なんかどことなくホーンの要素っていうのかな、そういうのも入ってるような、なんか速いフレーズを弾いてもついてくる感じがしますね。まあチョーキングにもついてくる。これもすごく効果的で、なんか僕はなんかこういう顔して違う音が出て人を驚かせたいっていうのがあるんで、なんか、ライブでいきなりこうこれを持って出てなんか驚かせたいなと思いましたね。使える。それでは、このアコースティックセクションを使った曲を、ちょっと作ってきたので、その、曲の上で、このスターストリームパート1タイプ1の試奏をしてみたいと思います。まず僕はですね、リアに、アコースティック12弦、そしてセンターにシタール、そしてフロントに、スモールの、2という、エレアコスモールの2というのをプリセットしてみました。それでは行ってみましょう。ヘビゴはい、ということで、ボックスの、新製品、スターストリーム、
というねギターを試奏させていただきましたが、もうねとにかく、私大谷亮、びっくりすることだらけで、とうとうテクノロジーもここまで来たかと、思わずには、いられませんでしたね。本当ね、8万円前後で、こんなね、たくさんの音色を含むエレキギターをね手にすることができる時代というのは本当にいい時代だなと思いまして、なんか僕がギターを始めた時っていうのはもう本当選択肢が少なくて、なんかねこれを買うしかないみたいなね、この価格帯だったらこれとこれしかないみたいなね、でアンプとセットで買うなら、これを買ったらお金がなくなるからこのモデルを買うしかないみたいな、ね、そんな時代だったんですけどね、今やこの8万円のね、台でもうこんな素晴らしい、音色を含むエレキギターを手にすることができるというのは本当に素晴らしいことだと思いますね。本当ねあのボックスさんの、ホームページを見させてもらうと他にも結構いい商品があって、なんか使ってみたい商品がすごくたくさんあるので、僕は僕でね後でそのボックスの方におねだりしてねなんか貸してくださいっていうね、ことをねこの動画をもって言いたいと思います。僭越ながら私 Do As Infinity というグループがですね、この7月7日にですね、ミューモというサイト限定の、新しいシングル、ハレルヤエレジーというのを、リリースしております。それは全編アコースティックギターを使用して作ってる、シングルなので、なんか僕のそういうアコースティックギターを弾いてる側面もなんかそれで感じ取っていただければ幸いだと思いますので、気になる方は多分ここらに出てると思いますけど、チェックしてみてください。よろしくお願いします。バイチャ。